京セラドーム大阪からお伝えしてまいります。セリーグ公式戦阪神タイガース対中日ドラゴンズの1回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。小宮山さん、今日もたくさんのお客さんが入りました。プロ野球選手冥利につきますよね。そうですね、たくさんのファンの方の応援というのは相当力になりますので、選手もかなりプラスになりますし、お客さんが入ってくれれば入ってくれるだけ。打順の組み立てというのは難しいと思うんですが、このあたり西さんはどのように考えていらっしゃいますか？そうですね、1年間のシーズンを考えると選手の波もありますからね、その辺を見極めて打順を組み立てるというのは難しいでしょうね。そうですよね、監督の大きな仕事の一つです。バッターは松永。昨日のゲームでホームラン2本を含む4安打を記録しています。さあ、ここから初回の攻撃になるわけですが、西さん、最近打線の調子も非常にいいですよね。下位打線でもどこからでも得点できるような状態ですから、本当に打ちました。いい打球だ、伸びていく、どうだ、はい、入った、ホームラン、先制ホームランです。タイガース、これで7試合連続のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。タイガース1点を先制しました。1対0。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、見事な打球でした。あっという間にレフトスタンドに8球消えていきました。まあでもよく伸びましたよね。先頭打者ホームランが飛び出しました。バッターは2番に入っている和田。昨日のゲームでは猛打賞を記録しています。タイガース見事先制点を挙げています。西さん、先ほどは鮮やかな先制点でしたね。うん、そうですね、理想的な形ですよね。さあ、この勢いをこのまま続けることができるか。アウト、ワンアウト。バッターは3番バース。昨日はホームラン2本を含む4安打を記録しています。ワンアウト、ランナーありません。際どいコースに送ってストライク。スライダー外れます。インサイド落ちました。ファウルになります。ワンボールツーストライクです。三振です。ツーアウトになっています。4番バッター掛布。昨日のゲームは猛打賞を記録しています。ツーアウト、ランナーありません。次が2球目。低め、これは決まった。ノーボールツーストライクです。低めの変化球は決まりません。これが4球目。大きく外れてボールです。打ちました。センターに強い打球。さあどうだ、追いかけますが頭を越えました。バッターランナーは2塁まで進みました。これで7試合連続安打。ツーアウト、ランナー2塁。このボールは見送るのが精一杯。ストライクです。インコース低め、ストライク。すぐに追い込みました。体に近いところ、打った、左中間に大きな打球。この当たりはどうか、スタンドには届きません。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。2対0になりました。タイガースなおもチャンスです。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。こうなってくるとチーム全体が乗ってきますからね。初回から徐々にリードを広げています。ここで畳みかけたいですね。まあいい場面でいいバッターですから、期待を持っていいんじゃないですかね。その期待に応えてほしい。オマリー打席に入っています。打った、高く上がった、頭上突き刺さった、ツーランホームランが出ました。これがチーム2本目のホームラン。初球でした。思い切り引っ張った打球は特大の一発となりました。追加点が入りました。タイガース4対0。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、期待通りのバッティング、追加点となるホームランが出ました。いや、彼らしい見事な一打でしたね。初回から確実にリードを広げていきます。
バッターは7番に入っている真由美。昨日のゲームで4安打を記録しています。タイガースホームランで得点を挙げています。インコース空振り打ちました。弾き返した打球はセンターへ。ここは打ち上げています。大島が抑えて3アウトチェンジで2回裏に入ります。タイガースの攻撃。8番バッターはキャッチャー木戸。昨日のゲームでは猛打賞を記録しています。タイガースリードで迎える2回の攻撃です。西さん、まずは出塁してプレッシャーをかけていきたいですよね。まだ序盤ですからね。相手の打線を考えるとひっくり返される可能性がありますからね。そうですね。チェンジアップ外れました。打った、大きな打球になった。レフトセンター下がっていく、下がっていく、フェンス直撃。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで6試合連続安打。ノーアウトランナー二塁です。引っ張った、これはどうだ。バックホームする。チャンスを広げていきます。ノーアウトランナー三塁一塁。しっかりつなげましたね。まあそして彼はチャンスに強いバッターなんでね、面白いと思いますね。このチャンスに期待がかかる松永、バッターボックスです。さあ初球は何か、抜けたような感じになりました。大きく外れます。低めのいいところにチェンジアップが決まります。これは足元への変化球。ワンボールツーストライクです。打ちました、いい当たりだ。左中間に大きな打球、レフトセンターバック、入った入った、スリーランホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。追い込まれてからのストレート、打ち返した打球は大きな当たりとなってスタンドに届いていきました。追加点が入りました。タイガース7対0。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、期待通りのバッティング、追加点となるホームランが出ました。いや手応えあったんじゃないですかね。ゲームはまだ前半戦、しかし点差はこれだけついています。打席には2番バッター和田。タイガースホームランで得点を挙げています。ちょっとすっぽ抜けた感じです。2球目は何で来るか。打ちました。坂本取ってワンアウト。打順は3番バース。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミング合ってなかったですよね。ここはしっかりと修正していきたいですね。そうですね。ワンアウトランナーありません。次が3球目。打ちました。センター下がっていく、下がっていく、どうか、フェンス直撃。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで7試合連続安打。ワンアウトランナー二塁となりました。まずはストライクを取りました。打ちました。ぐんぐん打球が伸びている、伸びて、ボールはそのままフェンスに直撃。二塁へ送球する。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。8対0。タイガースなおもチャンスです。5番バッター石峰、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや勝負強かったですよね。はい、まあちょっと余裕も出てきたんじゃないでしょうか。はい、引っ張った、これはどうか、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。9対0。タイガースなおもチャンスです。ここは当然という交代でしょうか。ドラゴンズピッチャーを変えます。マウンドに上がるのは2番手の岡田。さあマウンドを任されたのは岡田、今シーズン4試合目の登板です。西さん、この場面で出てきましたね。まあしっかり攻略したいですよ。そうですね、流れを変えられないよう2球目打ちました。ここはフライになっています。ファーストが落下点に入ります。ビシエドが掴んで2アウト。
バッターボックスは7番真由美。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。先ほどはビーア引っ張った、弾き返した打球はレフトへ、アルモンテが掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース3ランホームランで追加点を挙げています。西さん、今日は打線が非常に頼もしいですね。ご覧になっていかがですか？いや本当ですね、今日は面白いように打ててるんじゃないですか。そうですね、この後もどんどんとヒットが出る、そんな予感です。危ない球です。3球目は何で来るか。三塁線、福田取って、これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。バッターは今日の先発ピッチャー桑田。まあ先ほどのヒットはいい当たりでしたね。インサイド落ちました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう、これでマルチヒット、ノーアウトランナー三塁一塁。打順は1番に帰ります。バッター松永、まあ序盤でここまで点差が開きましたね。打った、高く上がった、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてスタンドには届きません。サードランナーホームイン、バッターランナーは2塁でストップ。タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、10対0タイガース、ちょっと一方的になっています。タイガースが代走を送ります。新庄セカンドランナーに入ります。2番バッター和田、あっとデッドボールだ、当たってしまいました。完全にすっぽ抜けです。打席には3番バッターバース。いやさっきのツーベースは見事でしたね。はい、ここも狙っていってほしいですね。期待しましょう。デッドボールのランナー引っ張った、ファーストを取った、ホームに送球する、ホーム送球アウト、アウト、ダブルプレイ。バッターボックスは4番掛布、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや勝負強かったですよね。打った、高く上がった、ライトオーバー、サードランナーホームイン、セカンドランナーも今ホームイン、バッターランナーは2塁でストップ、追加点が入りました。タイガース、ライトオーバーのタイムリーヒット、12対0タイガース、なおもチャンスです。バッターボックスは5番石峰、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや打った、大きな打球になった、レフトバック入りました、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これで7試合連続のホームラン。初球でした、しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。タイガース14対0いや完璧に捉えました、見事なホームランです。そうですね、バッターボックスには6番オマリー、タイガースホームランで得点を挙げています。初球は変化球から入りました、いい当たり、センター下がっていく、下がっていく、フェンスダイレクト、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、これでマルチヒット、ツーアウトランナー二塁、これではバットが出ません、ストライクです。引っ張った、取った、一塁送球、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回タイガース連打連打、打者一巡の猛攻で得点を挙げています。打席には1番バッター木戸、まあ、前の打席はスライダーをうまく打たれましたから、今度はその使い方を考えたいですね。さあここは同じ鉄は踏みたくないところ、打ちました、浅いフライ、このフライはヒットになりそうだ、ヒットになりました。これで3打数3安打の猛打賞、ノーアウトランナー1塁です。ここでタイガースダイソーを送ります。梅野がファーストランナーに入ります。ファーストランナーは梅野、背番号04、打ちました、セカンド取った、二塁を送ります、アウト、際どいタイミングでしたが二塁フォースアウト。さあバッターは新庄、ここでホームランが出ると通算100号ホームランの達成となります。打ちました、これは大きい、伸びていく、これは破っていきそうだ、
レフト深いところ破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで5試合連続安打。ツーアウトランナー二塁。まず変化球を見せてきました。2球目打ちました。この打球はフライになっています。福田が抑えて3アウトチェンジです。ランナー出ましたがタイガース得点は5回の裏、タイガース打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バースバッターボックスに入ります。先ほどの打席はファーストゴロ、併殺打となってしまいました。タイガース攻撃が噛み合い大量リードで5回の攻撃に入りました。ミスターダメ押し点、そのきっかけを作っていきたいところですね。ここで点を入れておくとね、相手チームは苦しくなりますからね。確かにその通りですね。ボールになります。打ちました。打球は切れてスタンドへ入りそうだ。切りました。ファールボールです。次が5球目。打ちました。右中間に大きな打球。さあどうだ。右中間破っていきました。バッターランナーは2塁まで進みました。これで4打席連続のヒット。ノーアウトランナー3塁2塁。ピッチャーの状態なんですが、やや疲れを感じているのかもしれません。小宮山さん、どうご覧になりますか。そうですね、球数自体は多くないとは思うんですけど、疲れという面ではちょっと気になりますけどね。ああなるほど、ベンチはこれをどう判断するかですよね。内野はバックホーム体制ですね。とにかく得点は許さないつもりですね。打ちました。ここは打ち上げています。キャッチャーが落下点に入ります。掘ってワンアウトです。6番バッターオマリー、先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。初球打ち、ライトが追いかける。ぐんぐん打球が伸びている。伸びて入りました。ホームラン、スリーランホームランが飛び出しました。これが今日2本目のホームラン。初球でした。強引に引っ張った当たりはスタンドに届いていきました。追加点が入りました。タイガース見事な一発が飛び出しました。現在のピッチャーの状態、まだ球数は多いというほどではないんで。バッターボックス真由美。タイガースホームランで得点を挙げています。初球は何で来るか。初球ボール、打ちました。レフト下がっていく、下がっていく、レフト見送った。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁回って今ホームイン。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、バッターはダイソーから起用されている梅野。昨日はホームランを含むマルチ安打を記録しています。タイガースホームランで得点を挙げています。打ちました。これは大きい、伸びていく、ヒットになった。二塁へ送球。バッターランナーは二塁到達。これで3連打。ワンアウトランナー二塁となりました。さあ打席には先発の桑田入っています。今日の内容ならここは変えられないでしょうね。そうですね。初球打ち、これはどうか。右中間へのヒット。ホームに送球する。これで3安打猛打賞。ワンアウトランナー3塁1塁。今日はダイソーで途中出場の新庄、先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。ヒットでランナー3塁1塁。外へ持っていきましたが入りません。高めの変化球に手が出た。ワンボールツーストライクです。低め見ました。ボールです。ここは中間守備ですね。バックホームとセカンド、アウトコース打ちました。ここはフライになっています。掴んでツーアウトです。2番バッター和田、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトになっています。まず際どいコースをついてきました。ファウルになります。さてバッターの和田、どういったタイプのバッターでしょうか。どんな球にも対応して鋭い打球を左右に飛ばす頼もしいバッターですね。なるほど、そうですか。打ちました。痛烈、三遊間抜ける。サードランナーホームイン。二塁はセーフ。タイガース1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット。タイガース
ちょっと一方的になってきました。バッターボックスには3番バース。まあ先ほどのヒットはいい当たりでしたね。はい、今日はバットが触れてると思いますよ。そうですね。タイガース、この回は打者一巡の猛攻となっています。引っ張った打球はライトへ。この打球はフライになっています。平田が掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。タイガースのリード広がっています。ここまでのハイライトです。1回の裏、この回の先頭バッター松永、いきなりのホームラン。タイガースこの一発で先手を取ります。さらに続きます。2アウトで2塁にランナーを置いて5番バッター石峰、追い込まれながら打ち返した当たりはタイムリーになりました。タイガース1点を追加します。6回の裏、さあタイガースこの回は4番から始まります。バッターは掛布、今日はここまで4安打を記録しています。いやー、ここまではできすぎですね。凄まじい集中力を見せています。タイガース攻撃が噛み合い、大量リードで6回の攻撃に入りました。変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックス石峰、今日はホームランを放っています。藤島、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。打ちました、いい当たりだ、高く上がった、ぐんぐん打球入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。バッターボックスは6番オマリー、先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。いやー、ナイスホームランでしたね。はい、ここはこれも初球打ち、これは大きい、伸びていく、これはライトの頭上を越えていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達、これで3打席連続のヒット、ワンアウトランナー2塁となりました。はい、ここでタイガースダイソーを送ります。アリアス、セカンドランナーに入ります。甘いコースでしたが見送っています。落ちるボールです。高め打ちました、これはどうか、藤島一塁送球、アウト、ツーアウト。ピッチャーの状態なんですが、やや疲れを感じているのかもしれません。今日はダイソーで途中出場の梅野。いや、先ほどは見事なツーベースでしたね。ええ、ここも思い切っていってほしいですね。初球打ち切れました、ファールボール。ここはゾーンを広げて狙っているでしょうね。なるほど。さあ、バッターは何を待っているか。切れました、ファールボールです。改めてお聞きします、この梅野、バッターとしてはどういう特徴がありますか。3球目打ちました、ヒットになった、サードランナーホームイン、バッターランナーは2塁まで進みました。タイガース1点追加します。タイガースなおもチャンスです。さあ、バッターボックスには先発の桑田入ります。まあ今日の内容ならここは変えられないでしょうね。そうですね。引っ張った、ビシエド一塁送球します。一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。7回の裏、タイガースの攻撃です。そしてドラゴンズはピッチャーが変わります。西さん、今日はピッチャーがしっかりゲームを作っているわけなんですが、ピッチャーのリズムがバッターにも影響すると言いますよね。一体どんな部分なんでしょう。初球打ち、これは浅いフライ、このフライはどうだ、落ちるか、ヒットになりました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスは2番和田、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや、勝負強かったです。初球打ち、ここは打ち上げています。阿部が抑えています。ワンアウト。3番バッターバース、先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席はあわやという打球でしたよね。まあタイミングは合ってると思うので期待したいですね。期待しましょう。ワンアウトになっています。打ちました、この打球は落ちそうだ、ワンバウンドヒットになりました。これで3安打猛打賞、ワンアウトランナー2塁1塁。バッターボックス掛布、
先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミングが合ってなかったですよね。ここはしっかりと修正していきたいですね。そうですね、はい、ヒットでここでタイガースダイソーを送ります。板山がファーストランナーに入ります。まず変化球を見せてきました。引っ張った、ヒットになった、ホームに送球、これで7試合連続安打、ワンアウト満塁です。バッターは5番石峰、先ほどの打席でソロホームランを放っています。いやー、ナイスホームランでしたね。ここは気持ちよく打席に入ってるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。ヒットで満塁としています。ここは中間守備ですね、補給してからどこに送球するのか一瞬判断が難しいところですね。なるほど、インフィールドフライで2アウト。バッターはダイソーから起用されているアリアス、2アウトになっています。まずは見送ります。ワンボール、打った、レフトに強い打球、伸びていく、どうだどうだ、レフトが追いかけますが頭を越えました。そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン、ファーストランナーもホームイン、タイガースが突き放します。走者一掃のタイムリーツーベースです。タイガース大量リードとなっています。バッターは7番真由美、タイガースこの回7人目のバッターになります。打った、センターに大きな打球、センター下がっていく下がっていく、センター深いところを破っていきました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁到達、タイガース1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット、タイガースちょっと一方的になっています。打順は8番梅野、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや勝負強かったですよね。はい、痛烈、わずかに左に切れました、ファールボール、真ん中打ちました、この当たりはどうか、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー三塁を回った、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ、タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、タイガースちょっと一方的になってきました。ドラゴンズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは5番手の、さあ打席には先発の桑田入っています。今日はいけるところまで行く感じでしょうね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。2球目打ちました、取った、一塁を送ります。一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガース連打連打、打者一巡の猛攻で得点を挙げています。ドラゴンズ8回の裏タイガースの攻撃です。一方ドラゴンズはピッチャーが、さあマウンドに上がったのはマルティネス、今シーズン5試合目の登板です。ジャストミート、レフト下がっていく下がっていく、フェンスを越えた、ソロホームランが出ました。これが通算100号のメモリアルアーチ。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。ピッチャーの代わり花の初球狙っていきましたね。はい、ここでプレーを中断しまして花束が授与されます。いやー、西さん素晴らしいホームランでしたね。ここまでいろんなことがあったはずですからね、喜んでるでしょうね。はい、これも日々の練習経験の積み重ねということなんでしょう。初球は際どいところに来ました、ストライクです。154キロがいきなり出ました、空振りになります。ノーボールツーストライク、打ちました、これは大きい、伸びていく、ボールはフェンスまで到達しました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。はい、ここでタイガースダイソーを送ります。栗田セカンドランナーに入ります。バッターはダイソーから起用されている板山、ヒットでランナーを二塁に置いています。バッターボックスには代打のバティスタ、ヒットでランナーを二塁に置いています。打
ちました。ショート取った、一塁へ、アウト、ワンアウトです。バッターは4番掛布、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ワンアウトランナー3塁、打ちました。サードランナーホームイン、タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、タイガース大量リードとなっています。打席には5番バッター石峰、初球打ち、打った瞬間確信したか、ぐんぐんだ、入った、ツーランホームラン、なんと今日3本目のホームラン、初球でした。ジャストミートした打球は特大のアーチを描きました。追加点が入りました、タイガース。いや、完璧に捉えました、見事なホームランです。そうですね、今日はダイソーで途中出場のアリアス、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、勝負強かったですよね。打ちました、センター下がっていく、下がっていく、フェンス直撃、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。打ちました、大きな打球になった、センターバック、センターバックする、センターオーバーのヒットになりました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁まで進みました。タイガース1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット、タイガースちょっと一方的になって、ドラゴンズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのはロドリゲス、さあマウンドを任されたのはロドリゲス、今シーズン6試合目の登板です。抜群の安定感です。初球は大きな変化球、ボールになります。キレがありますね、確かにキレがいいように感じますね。ワンボールツーストライクです。さて西さん、この梅野対左ピッチャーはどうな、高め打ちました、ファウルになります。打った、高く上がった、外野大きな打球になった、センター左へのヒット、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ、タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、さあバッターボックスには先発の桑田入ります。まあ今日はいけるところまで行く感じでしょうね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。ファウルになります。ここはバントを警戒する守備体制ですね。はい、そうですね。真ん中打ちました、ファールグラウンドで掴んで2アウトです。今日はバン、初球ボール、これが2球目、これは手が出ないか、ストライクを取ります。打ちました、いい当たりだ、レフトが追いかける、ぐんぐん打球そのままスタンドに入りました、ツーランホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン、真ん中にスッと入ってきた変化球、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。いや、完璧に捉えました、見事なホームランです。そうですね、バッターはダイソーから起用されている栗田、昨日のゲームでは無安打に終わっています。タイガースホームランで得点を挙げています。ファウルです、打ちました、ヒットになった、ランナー出ました、タイガースです。ツーアウトランナー一塁、今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。初球打ち、下がっていく、下がっ、レフトポール際、判定はファウル、引っ張った、大きな打球になった、レフト下がっていく、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。大量リードをさらに広げるツーランホームランになりました。真ん中に入ってきたストレート、しっかりと引っ張ったあたりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました、タイガース。いや、完璧に捉えました、見事なホームランです。そうですね、ベンチではチームメイトに祝福され喜びを分かち合っています。打席には4番バッター掛布、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや、勝負強かったですよね。はい、まあちょっと余裕も出てきたんじゃないでしょうか。はい、この打席も期待しましょう。タイガースホームランで得点を挙げています。これが3球目、打ちました、
伸びていく、この打球は落ちそうだ。これはセンターの頭上を越えていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで4連打、ツーアウトランナー二塁。真ん中打ちました、ファウルになります。ここもファウルです。この球は外れました。さあ4球目は何か、これもファウル。いや、ストライクと言われてもおかしくないボールですね。インローのストレート、いいボールでしたが引っ張った、高いバウンド、サードゴロ、サード取った、アウト。際どいタイミングでしたが3アウトチェンジです。しかしこの回タイガースホームランで追加点を挙げています。タイガー今日は見事な完封で白星を挙げました。タイガースが相手打線を完璧に抑えて勝利しました。これで7連勝です。西さん、強打がしっかり組み合っていました。チーム力素晴らしいですね。そうですね、打つ方も投げる方も、そして守る方も非常に集中力が高かったですね。そうですね、完成度の高さを感じた、そんなゲームになりましたね。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方のドラゴンズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはタイガースが快勝ということになりました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで京セラドーム大阪から失礼いたします。